ダウンスイングの腕の上下の動きですね。腕をダウンスイングでこう上下に上から下に縦の動きで引き下ろしていく、この動きというのが、スピードを上げていく非常に重要なポイントになってきます。フラフープをねちょっと使ってちょっと説明してみたいと思います。円運動で腕の上下の動きを使うと広背筋、背中がうまく使えるんですね。そうするとどうでしょうか。左の腕の方が遠ざかろうとする、円運動ですから左が遠ざかる、そのような動きが円運動になっている。そうすると胸椎のねじれというか回転がこう生まれてくるということがわかります。左手が右手に対して遠ざかろうとする、これが円運動、胸がずれるような動作ですね。これが円運動となり縦の動きというふうに考えてください。そうするとこの左の腕を、こういうふうにただ上下に動かすんじゃなくて円でまた戻す、左を円で戻す、また背中をうまく使って、このように腕をずらしていくような技術になってきます。それを、トップの位置から、ここですね、ここの円を作りまた切り返すと、まあ、円ですから下からこう入ってくるんで左肩が絶対下がるというかね、下からクラブが、入ってくる、こういうふうに持ち上がっていかないように左肩が下に入ってきてそこから円を作る、このようなイメージで縦の動き、縦に振り下ろす感覚を理解してください。そうするとね、切り返しのところで加速が生まれる。ここですね、この部分ですよ。肩が浮いてしまうんじゃなくて円運動で左サイドが、動いていくような形をイメージしてください。まあ、フラフープをね、何度も使いながら、左サイドの遠ざかるような動きを、意識して円運動で縦にヘッドスピードを上げるような腕の使い方を覚えてみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。